今飛んだサブちゃん、サブちゃんで、メインは多分、はい、どうもー、みつたまリモートです。お願いします。では、まあ、動画頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。今日の動画に関しては YouTube 上にアップできる最大の重さの動画をアップしてみたらどうなるのかっていうのを1本と、めちゃくちゃ短い動画が再生されないらしいっていうのがあったから、実際その2本立てでお送りしました。まあ、ここに飛んだ方がまあ知りたいこと。こんにちはじゃないんで、こんにちは。すいません、いつもメイン見ていただいてありがとうございます。トリッキーなね、トリッキーなことを。いや、ふざけすぎだけど、ふざけすぎなんだけど、でもやっぱ俺らのことを見てくれる人って変わってるなっていうよね。そうだね。自分たちが楽しいから乗せてるっていう方がいいよね。じゃあ小中学生の女性が見るのは嫌だってことでいいですか。いや、やっぱ小中学生が一番いいターゲットにしたい。あと24時間配信した時の映像を、が訪れがすごかったから、そうしなってないバージョンを開けたくて、パソコンがゴーで、 YouTube で128ギガまで載せれるんだよね、動画を。それもオーバーしちゃうし、作るのに2日ぐらいかな、まずで、アップロードすんのに1日。そう、動画なかなか上げれなかったんだよね。そうで、しかも上がったら22時間ぐらいになってたから、何かがない。でも、訪れがひどかったとこは多分ちゃんとなってるから。なるほど、見やすくなってるね。お許しください。はい、多分再生できるでいいと思う。最近の動画で一番大変だった。だから各方面に聞いてさ、そうそうそう、どうす、どうやったら乗りますかみたいなのを聞いてね、まあ、業者に頼んだ方がいいって言われたんだけど、なんか業者に頼むのは違うなと思って。そうだよね。が一つ、24時間のやつ乗せるって言ったけど、はい、それだけ乗せてもあれだなと思って、これを思いついたわけですよ。世界一短い動画っていうのが海外にあるんですよ、はい、今再生されてんじゃん、うん、バー動かない、バーが動かないっていうバグが発生しちゃう。そう、こりゃ面白いぞと、うん、世界一短い動画って再生されないんだって思ったわけですよ。まあバーさえ動かないって考えたら面白いから、うん、もうこれも結構時間かけました。50本ぐらい作ったの。 0.00011秒は再生されるみたいなとこを気づいて載せたわけですよ。バー動く、動くじゃん。動画出ててね、えって、ああ動画出てて、ここからバーがこう、動くじゃんって思ったけど、13年に最後に投稿されてるその一番短い動画はバー動かないんですよ、うん、多分変えられてんだよね、システムが。これは一番速い。ああ、この速度が、この距離を、この距離を赤いバーが走る速度は、ああそう、ボルトよりも速いな。まあな。だからこの2つをちょっと今日は検証してみたんですけど、というのを喋るサブを撮ったと。まあ、なんならサブでもう生配信もやってるんで、うん、もう今日4本としてまあ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 、まあ、だから難しいけど、それこそトミーもちょっと編集をね、学んでいただいて、まね事みたいなね、うん、ちょっとしかやってないけどね。はい、ということで、うん、サブチャンネル、はい、毎日投稿を始めます。始めましょう。ぜひ登録してください。そうですね、皆さんぜひよろしくお願いします。で、2人でただ喋ってるだけの動画とか、まあそれこそ後輩入れてなんか遊んでたりする動画とかも、まあ日常のなんか一コマみたいなところを切り取って。そうね、だから別に俺ら普通に生きてるんですよ、この家でね。今日は何食べて、その後お腹いっぱいの状態で来てるとかもあるかもしんないし、まあまあまあ今も多分そうだと思うけど。だからそれ、サブちゃんなんかみんな怒ってるなって思ったら、ちょっとちゃんとした聞き込みやろう。あ、そうです。怒られんの、サブチャンって。はい、であと、生配信を、そうだそうだ、サブチャンネルで、まあ、週1かな、週1はやりたいね。本当に忙しかったらできない時があるかもしれない。まあでも、できない5分ぐらいでもやりたいな。うん、まあ、投稿時間はちょっとばらつきますね、きっと。サブチャンはね、うん、あ、そう、ホームラン企画やってるってすごい言われるんだけど。超運悪くない、ホームラン企画。そうね。1回目は、行ったら、球場が、なんか。だから、まあ今言えるのは、まあそのできなかったっていうサブちゃんを取るべきだった気がする。まあね、うん、確かにね。でも2回目に関しては豪雨、まあな、
で、またね、球場をね、抑えようとしてるんで、うん、まあ、ちょっと待ってください。そうですね、申し訳ないです。バットは振ってるんですけどね。はいはい、ということで、じゃあね、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。サブチャンネルもね、ぜひね、登録してください。はい、ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。